いっぱい可愛い収納がついてるんですよ。なのでね、ちょっと収納好きとしては嬉しいなと思います。みるみるランド、はい、東亜モーターさんのインディ108で見ていきましょう。はい、ニューバージョンだそうです。はい、ちょっとね、サラッと周り見ていきたいと思います。白ですね。白ベースに、ちょっと横の方入ってるし、丸窓も健在なんですけど、こういうところもね、ちょっとデザインがちょっと変わってるね。はい、すっきりした感じだね。そうですね、結構シンプルになった感じがします。はい、2020エンモデル東京で、ね、ここにロゴが書いてますね。ダイハツ、みるみるランド。はい、こちら東亜モーターさんのインディ108エクストラ SA3 です。乗車定員が4名、就寝定員が4名、全長 3.3m、 幅が 1.4m、 高さが 1.9m です。ベース車両がダイハツハイゼットガソリンで動きます。お値段が328万円です。はい、はい、ではね、中に入っていきたいと思います。いや、いいな、なんかこのこじんまりとした感じがいいですね。うん、やっぱりインディいいですね。で、インディアミド？アミド。コンセントとかアミドが出てこないね。今日コンセントとアミドがね、出てこないです。で、丸窓がね、ちゃんとついてます。はめ殺しになってます。で、ここがね、ちゃんとリビングルームのテーブルになっていて、あとね、こちらに電源がね、はい、あります。電源取れるようにコンセントがあります。そして、こちらがキッチンスペース。で、こちらが、はい、ちょっとね、飛び出せるタイプのシンクになってます。あ、これもあれかな。あ、こちら、ここタンクか。シンクタンクかな。はい、ここにタンクがあります。入ってきてすぐのところにタンクがあります。このインディの特徴としてはね、このサイドにこんな感じでね、いっぱい可愛い収納がついてるんですよ。なのでね、ちょっと収納好きとしては嬉しいなと思います。可愛いらしいね、収納棚。うん、ここなんかあるかな。ここですか？これはポールを立てて、でここベッドテーブルにするときに、ポールをね、ここにこう立てる、はい、かけるような形になると思います。2個ポールいける感じですかね。うん、ポールこっち側にもあるので、ちょうどで、収納がここまで、こっちまで収納がね、ゆきさんの方まで、私の方からずらっと、ここにも、うんうんうん、結構深いね。うんうん、そうですね、奥まで入れられる。で、上ジャジャーンってすると、こちら今ポップアップしてるので、はい、明かりもちゃんとついてますし、こんな感じで上でも寝れます。やっぱりね、上空間空いてるのでいいですね。はい、はい、こちらのね、新しくなったインディーは内装に使っているシートとかの生地がね、すごくグレードアップしたということでね、触った感じが、優しい触り心地になっているということです。はい、みるみるランド。はい、でインディ108なんですけども、こんな感じですね。自由でリラックスしたライフスタイルをということでですね、4色のパネルカラーと、4パターンの迷彩デザインから選ぶことができますよということで、ここですね。はい、でブラウンの家具にクリーム色の扉はまるでカフェラテのような色合いの明るくて落ち着いたインテリアということで、もうね、ここを見る限りも本当にカフェラテみたいな感じですよね。でそういうカフェみたいな空間を意識して作られているという感じです。はい、で東亜モーター3倍が限定モデルのインディ108ということなんです。
ですけども、はい、インディはインディ108の他にですね、インディアナ RV さんのインディ727っていうのがあります。でこちらの方が先に出てたんですけども、これ何が違うかというと、まあ、基本的にそのものはね、あの作りとかは一緒なんですけど、まあ、ちょっとした内装のインテリアのね色合いの違いだとか、あと外観のデザインの違いとか、そういうところが違ってるぐらいで、まあ、基本的な性能とかそういうのはねほぼほぼ一緒です。でちなみにインディ727っていうのは、これはナッツさんのナッツ RV さんで製造しているということで、それのナッツさんの7と、あとインディアナ RV の会長さんと社長さんかなが出会って27年目ということで、インディ727になったという、そういう名前が付けられているっていうのがね、まあ、情報でありました。調べたら本当かどうか分かんないですけど、そういうのが、とあるブログに情報として載ってました。で、インディ108っていうのは、これはもうね東亜モータースの東亜ですよね。なので108になっているということです。はい。で、ベース車両がダイハツハイゼットトラックで、タイプ K のキャブコンですね。で、ガソリンで走りますということで、で乗車定員4名と就寝定員が4名です。はい。でインテリアね、本当にもう中すごいおしゃれですよね。本当にすごいおしゃれな空間です。うん、落ち着いた色合いも本当にいい感じだし、K なんだけど結構ね、くつろぐスペースは十分確保されてるんじゃないかなというふうに思います。あとこの丸窓とかもねすごい可愛らしいですよね。で安らぎをもたらすプライベート空間ということで、テーブルを囲んで4名がゆったりとくつろげるダイナットスペース、はい、こっちに2人とここに2人ということですね。で対面ダイネットですね。後部にダイネット用マグネットを設置すれば4名が対面でくつろげるダイネットができますと、はい、こんな感じになってます。であと広々とした室内空間、サイドに配置したキッチンとテーブル、シートの配置は絶妙、軽自動車とは思えないスペースですということで、本当にね軽自動車とは思えない。でしかも上もねパカーってこう上がるので、上の開放感というのもすごいね感じます。であとサイドギャレーですね、はい、ボディの左側に配置されたキッチン、エントランス入り口近くには外部シャワーにもなるシャワーを配置してますということで、このシャワーですね外でも使うことができるということです。はい。でダイネットベッドなんですけども、こんな風にですねベッド展開するとかなり広いフラットな空間が出てきます。リアシートとダイネットマットで、形成する、ダイネットベッドはゆとりのサイズで 1900×1130 で、こっちの狭い方は1000ということになってます。はい、もうかなりね広い空間ですよね。であと、ポップアップするとこの上にもベッドスペースが出てきます。ポップアップルーフベッドは大人が2人2名就寝可能ですよと。ベッドサイズが 2100×1170、 かなり広いですよね。はい、広々としたポップアップ空間になってます。であとは、補助マットシートを格納できると。このマットですね、これを、使わないときはちゃんとこうやって格納しておくことができますよと。かさばるシートマットも壁面に固定しておくことができます。広がったスペースにはたくさんの荷物を積載することも可能ですよと。なので本当に荷物がいっぱいあるよというときはこういうふうにねマットをここにポンって一箇所に固めておいて、で大きい荷物とかを乗せて、走行することができるというふうになってます。であとカーテンですね、はい、丸型ウィンドウはカーテンが標準装備ですと。こんな感じでカーテンもちゃんとついてます。であとダイネットテーブルですね、4個のカップホルダーを装備したダイネットテーブルは着脱可能ですと。はい、ここにねカップホルダーがついてます。でこのテーブルも取り外しすることもできますよということですね。で、テーブル収納なんですけど、このテーブルもですね、さっきの言ったこのテーブルですね、これ取り外してちゃんとこれもですね、収納場所があります。はい、こんな感じでここにテーブルを収納させておくことができます。これもね嬉しいですよね、こういうのがあると。であとオーバーヘッドキャビネット、天井を囲むようにオーバーヘッドキャビネットがありますということなので、はい、ここにね、このキャビネットの中に、ちょっとした荷物ですね、いろいろ食料だとか、着替えの洋服だとかっていうのを入れておくことができます。であとはアクリル二重窓、はい、これはプライバシー保護や虫よけに効果があると。であと
遮光ブラインドとネットスクリーンが装備されてますということです。で、あと集中パネルスイッチ、はい、サブバッテリーの状態や各設備の電源、すべてこのスイッチパネルからオンオフすることができますよと。で、あとは、外部電源などの室内コンセントですね。キッチンサイドには外部電源接続時に通電する AC コンセントや、DC ソケット、FF ヒーターの操作パネルがありますと、はい、こんな感じになってます。で、あと給水排水タンク、必要に応じて十分な各13リットルの給水排水タンクが標準装備と。で、あと室内 LED 照明ですね。で、あとポップアップのサイドスクリーン、ポップアップルーフの左右にはファスナーで開け閉めできるサイドスクリーン、はい、こんな感じですね、になってますと。で、あと、リクライニング&スライドシート、軽トラの固定シートではなくてリクライニングとスライドシートに交換済みなので乗り心地は問題ありませんと。で、あとインテリアに合わせたシート生地になってます。なので、まあ、見た目もいいですし、あの長距離運転でもね、あのリクライニングできるから疲れにくくなってます。これもね、結構嬉しいですよね、こういうのがあると。で、エクステリアなんですけど、外観ですね、はい、カラーなんですけども、ホワイトと、あとバロックレッドメタリックで、あとは、ボストンブルーメタリック、スチールブルーメタリックというこの4種類から選ぶことができます。で、エントランスに網戸がついてますと。で、あと外部シャワーも使えるし、バゲッジドアですね、ここから荷物の出し入れもできると。で、あとアクリル二重窓で、あとハイマウントストップランプ、そして外部電源もここから取れますよと。で、あとね、迷彩柄、うん、ちょっと変わった個性的な外観がいいという方はこっちのね、迷彩もいろいろあります。オフビートカーキメタリック、そしてブラックマイカメタリック、そして、ライトローズマイカメタリック、ミストブルーマイカメタリックと、まあ、この辺になるとやっぱ個性的なんで、かなり走ってて目立つんじゃないかなというふうに思います。あとアルミホイールとかね、メッキ仕上げホイールカバーとか、まあ、この辺もオプションで付けることができますよということです。はい、というわけでインディ108のご紹介でした。